はい、どもれんです。今回ですね、こちらのついにやってまいりましたドクターベガパンクということでね、ついに登場ということで、まあ絆決戦の、限定キャラという形で、今回追加されてます。で、まあ一応ね、性能の方とかもいろいろ出ていますので、まあ今回もね、ちょっと評価させていただきまして、まあ引くべきか引くべきじゃないかっていうところを、見ていこうかなと思ってます。まあということでね、もう早速やっていきましょう。はい、ということでね、ベガパンクなんですけれども、まあそうですね、結論から言わせていただきますと、使えるときは使える、使えないときは使えないっていう感じの極端なキャラになってます。はい、まあ本当に使えるときはかなり優秀だと、まあ性能的に見て、思いましたが、本当使えないときはなんでこんな使えないキャラいるんだっていうぐらい使えないという形にもなっていますので、まあ正直初心者とか無課金者とかね、まあそんなにキャラ全キャラ集めるほど石とか持ってませんよっていう方であればね、もう10周年の方で、石を使っていただきまして貯めておくのが一番いいのかなと思います。まあということで、やっていくわけなんですけど、まずいい点をね、ちょっと紹介させていただくんですけど、まず一つ目が、まあ必殺技富士10ターン解除できますよと。まあ必殺技の方で解除できますので、まあ必殺富士解除、することもできますし、まあなおかつ、船長効果の方でしびれと封じ10ターン回復できますよっていうところが、まあ強いところですかね。で、まあ、あとはまあ必殺封じに関しましては、あの精に入れてないと発動できませんので、まあ船長効果の方で封じとかしびれ解除したいのであれば、まあちょっと必殺封じは解除せずにっていう形で、で、まあ必殺封じ解除したいよってなるのであれば精に入れたりだとかっていう形でやっていただけるといいんじゃないかなと。で、あとはですね、あとこれですかね、まあ、今までにない効果なんですけど、以下の効果を最大2つまで選択し発動できますよということで、まあ、何かというと、まあ、一旦の間、まあ、攻撃上昇とかスロット影響上昇、属性相性強化、基礎攻撃力チェインケース加算、あとは、ダメージ量上昇っていう形で、好きなエンハンスを選べますよっていう、キャラになってますので、まあ、例えばね、今回入れているキャラで、まあ、攻撃上昇と相定期を上げることはできますが、属性相性強化上げれませんよってなった場合は、このキャラで属性相性強化上げれますよと。で、基礎攻撃も上げれませんってなった場合は、基礎攻撃も一緒に上げてくれますよっていう、まあ、形になってますので、結構万能という、ところではなってますかね。うん。まあ、例えば、白色、強化したいけど、白色のエンハンスかけたいけど、ここまでエンハンス高いキャラいないよってなった時は、ベガパンク使えますし、まあ、どうしてもダメージ量上昇だけかけれませんよってなった場合、ベガパンク入れてかけることもできますし、うん。まあ、そういう点ではやはりね、結構万能で使いやすさはあるんじゃないかなという形ですかね。まあ、多分2つまでということで、1つだけでもいいんじゃないかなっていう形で。で、あとは、これはね、ゾロ&サンジが初めてだったかな、このタイプを変えるっていうキャラ。今回強靭タイプを白色タイプに変更できますよっていうものになっている形にはなってますね。で、なおかつ耐性下げができますよと。まあ自分が船長とかフレンド船長、助っ人船長であれば 20% 減らせますよっていう形のキャラになってますね。まあ一応これが、いいところかなっていう感じですかね、性能を見る感じでは。うん、サポートなんもなかったよね。あー、サポートしびれ解除、しびれと封じ解除できるんだ。あー、まあ悪くないかな。まあっていう感じで、まあいいところはこれで、悪いところまあ結構あるんですけど、まず一つ目がこちらですかね。まあ先ほど言ったこの以下の効果を最大2つまで選択できますよっていう効果なんですけど、まあ加算効果とか、まあダメージ上昇に関しましては何ともないんですけど、まあこちらですよね、白色タイプの攻撃上昇とかスロット影響、属性相性強化っていう形になってますので、白色タイプまで組んでないと意味がないですよっていう必殺技なんですよね。なんで白色で固めていないと全く効果を発動してくんない、全然使えないキャラっていう、まあ、ところになってますね。
で、もう一つこちら、先ほどのタイプを変えるっていう、ものなんですけど、これも地属性6人いないといけないということで、博識なおかつ地属性のキャラを6体入れないといけないと、最大まで活かすのであれば、もうそれだけでもかなりきつい。うん、やっぱキャラ持っている方であればいいですけど、持ってない方からするとなかなか厳しい条件かなと。で、なおかつこのタイプを変えるっていう効果も第二タイプが強靭じゃないといけないと。うん、第二タイプが強靭になってないといけないですし、そこを白色に変えるっていうものになっているだけですので、なかなかちょっと使いづらさはあるんじゃないかなっていうか、全く使えないような気がします、これは。本当にうまいこと条件が合わないと使えないっていう、まあ、感じのキャラになってますので、なかなか難しいんじゃないかなっていう、まあ、ところになってますね。で、こちらの耐性下げも自分が船長とかフレンド船長、スケート船長になっていないと効果発揮できないので、正直ね、この下だけ見るともう必殺封じを解除するキャラみたいな、本当にそれだけのキャラみたいな感じになっちゃうんですね。まあ、なので、まあ、うまいことハマればかなり強いとは思うんですけど、まあ、ただそのハマる部分、ハマる期間が短すぎるっていうのが、残念なところかなと。で、なおかつこちら船長効果の方も、しびれと封じ10段解除、これ素晴らしいと思います。まあ、ただ一尾に博識が6人いないといけない、これも同じく博識6人、なおかつ地属性じゃないといけないっていう、もう条件が厳しすぎる。うん、いや、性能としてはやはりね、強い。もう10段解除2つも解除できて、なおかつ膝打ちとかも解除できて、かなり強いと思います。まあ、ただ本当に地属性とか、なおかつ博識じゃないといけないっていう、もうそこが難しすぎるっていうところで、個人的にはおすすめしません。まあ、ただ本当に持っていれば、いざって時にその博識パを組みたいと、で、なおかつそのなんですかね、例えばあのトレマとかで博識の膝短縮化されるとか、本当にうまいことハマる、博識6人がうまいことハマるみたいな条件のギミックが来た時は強いと思うんですけど、まあ、ただそれがない限りは、あんまりそのいろんな場面で使えるっていうキャラにはなんないんじゃないかなとは思います。で、まあ超過の方もね、そんなに強い効果でもないですし、まあ攻撃と相当影響プラスし上がるっていうのはでかいんですけど、まあそこまでかなっていう、まあ感じですかね。うん、まあっていうところがね、まあ今回、あんまり引かなくてもいいという条件にはなってますね。で、海賊隊の方見ていくんですけど、まあこちらもちょっと微妙かな。正直面白そうではありますけどね。まあ、この膝 GT の蓄積値が多い敵1体を必殺アンシティを 50% 遅延させると、まあ1体と、これがね、もう3体ぐらいいってたらかなりでかかったね。うん、強かったと思う。で、攻撃の高い敵2体を攻撃ダウンレベル10、まあまあ強いかな。で、防御の高い、敵2体防御ダウンレベル10、まあ強いんだけどね、強いんだけどって感じなんだよな。2体ずつだからな。いや、うまいことハマれば強いのかなと思うんですけど、いや、ただちょっと微妙かな。微妙な気はするな。で、残り体力の多い敵、3体の体力を 40% 減らすということで、いや、まあ強そうには見えるんですけどね、強そうには見えなくはないんですけど、いや、ただどうなんですかね、うまいことハマれば強いのかなとも思いそうな性能ではあるんですけど、まあただそんな無理して、まあ10周年の時にね、これよりさらにぶっ壊れてるようなキャラが来るというのを考えると、そこまで追うべきキャラではないのかなっていう感じですね。まあ能力の方も博識の体力と防御アップがレベル6ずつつくのと、地属性仲間の CT、レベル2っていう感じですかね。なんか面白そうな効果ではあるんですよ、あの通常の方もこちらの海賊船の方も。まあ、ただその面白さに石をかけれますかっていう話にはなってしまいますね。まあ、という形で、性能はこんな形になってます。はい、ということでね、今回ドクターベガバンクの、性能の方を評価させていただいたんですけど、結論から言わせていただきますと、今回引く価値はありません。はい、引く価値ないです。まあそうですね、まあ先ほど申した通りと言いますか、話した通りなんですけど、まあ面白そうな性能ではあるんですけど、まあただ万能と言いますか、その何ですかね、いろんな場面で使えたりだとか、初心者におすすめですよっていう、まあキャラでもないですし、まあ誰に合わせても強いですよみたいな、感じのキャラでもないので、まあなかなか、厳しいかなっていうところで、
まあ、海賊祭の方も同じくですね、なんかうまくはまれば強そうな効果には見えるんですけど、まあ上の方とかに行くとそんな甘くはないのかなっていうものにもなってそうなので、まあ今回ベガパンクは正直いらないんじゃないかなと。まあただあのうまいことギミックがねハマるようなイベントであったりだとか、まあ多分絆決戦、これからの絆決戦に関してはうまくハマるようには設定されると思うんですけど、それと似たようなイベントが何個も何個も来るのであれば、まあいろんな場面で使えそうなキャラにもなりますし、まあ、あとは博識タイプのキャラをたくさん持ってますよっていう方であれば、まあ持っていても損はしないキャラにはなるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただそこまでキャラ持ってないですよとかね、博識そんな強くしてませんよっていう方からすると、まあそんなにいらないんじゃないかなとは思ってます。まあ、なんでね、残りは10周年の方に取っておくのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。